ローソンは店内のカウンターで提供する入れたてのコーヒーに100円のメニューを追加します。これまで 200g185 円が最も安いメニューでしたが、 S サイズ 160g を100円で用意しました。今月末から全国のおよそ9300店舗で展開し、他社に対抗します。大手コンビニではすでにセブンイレブンとファミリーマートが同サイズのコーヒーを100円で販売し、売り上げを伸ばしていました。